平成28年11月13日、阿蘇市立阿蘇中学校で全校生徒で企画した感謝祭が行われ、多くの市民が訪れて賑わいました。まず、星山明校長と生徒会長が挨拶して、阿蘇中感謝祭が始まりました。感謝祭では最初に3年生の生徒が父から学んだことと題して少年の主張を発表。また1年生から3年生までの代表が英語暗唱を行い、英会話による寸劇を披露。1年生と2年生は熊本県の英語暗唱大会に出場することになっています。この阿蘇中感謝祭は、今年は熊本地震に見舞われ、多くの生徒がボランティアなどの支援を受けたことから、恒例となっていた学習成果発表会を衣替えして、阿蘇から全国へ感謝を伝え祭りをテーマに、お世話になった人たちに自分たちの頑張っている姿を見せようと感謝祭にしたものです。会場の一角では、生徒たちや地域の商店などによるバザーも開かれていました。午後からは校舎の中庭で保護者や市民らも参加してのバルーンリリースが行われ、まず地震で犠牲となった方々に黙祷を捧げました。そしてありがとうの合図でおよそ300個の風船が空へ浮かぶと大きな歓声が上がりました。また地震発生後、避難所となった阿蘇中学校で支援活動を行った自衛隊や阿蘇市社会福祉協議会の代表に感謝状が贈られ、そして保護者や地域の方たちへも感謝状が贈られました。